おはようございます。レイです。6月12日日曜日の今日は、アンネの日記の日です。1942年のこの日、ユダヤ人の少女アンネ・フランクによって、アンネの日記が書き始められました。アンネの家族は、ナチスドイツのユダヤ人迫害を逃れて、アムステルダムの隠れ家に身を隠しました。日記は隠れ家に入る少し前のこの日の13歳の誕生日に父から贈られたものでした。1944年8月1日、アンネらは隠れ家から連れ出されて、ポーランドのアウシュビッツに贈られたため、日記はこの日で終わっています。そして1945年3月に、ドイツのベルゲンベルゼル強制収容所で病死しております。決して繰り返してはならない歴史の一つが、ナチス時代でしょう。そのためにも過去の出来事を学び、それを生かしていける未来を私たちは作り続けていかなければならないと考えます。そして次の世代へと語り継いでいくことが、誤った歴史を繰り返さないことではないでしょうか。それでは今日も良い一日を。